はい、どうもしのちゃんです。厳選層をやっていきますってことでね、やばいね。今日さ、雷竜のかけらがね、1枚も手に入れられていないです。まあもちろんあのショップもね、雷竜出てこず、うんね、しかもキルフェばっかっすね。キルフェ祭りですで、まあ、しかもさ、体力回復薬が1個もないから、しかもイベントでさ、ミッションのあのイベントの体力くれるやつもないんで、あの体力がなさすぎて、今日ね、あの1回も気まぐれ屋ショップ出現することができていません。うん、もう多分400くらいは体力使ってるはずなんですけどね、400くらい使ってる記憶あるんですけどね、一向に気まぐれ屋ショップが出ません。うん、めっちゃテンション下がります。そういうやり口なんですかね。もしかしたら、気まぐれ屋とかでさ、確定枠作って、まあ、かけら取りやすくしておきながら、体力を、ケチって、そっちでかけらをね、取りづらくさせているみたいなね。やらしいね、ほんと。うん。でね、今日ね、放送を見ましたね。うん。ね、前半1時間50分。もう苦痛でしたね。うん。もう苦痛でしかなかったっす。うん。いや、今日よりによってさ、ちょっとね、まあまあ良かったっちゃ良かったんですけど、まあいつも通りなんか8時ぐらいになって、あ、放送始まるって思う、ちょっと仕事が忙しくなってね。うん、しかも今日ね、イヤホンもちょっと今日持ってくるの忘れちゃってね。うん。まあちょっと、放送途切れ途切れで見てたんですけど、まあ幸いさ、ほぼ1時間50分何もなかったんで、クソみたいな放送でしたね。まあ、ただね、最後の最後、ようやくラスト10分でね、ロードマップ、ラスト10分、ラストまあ数十分で、ようやくね、ロードマップ発表されて、うん、ほんとね、今までようやく、もうしつこくツイッターでもさ、問い合わせでも動画でも、しつこく言い続けてきたね、甲斐がありましたね。ようやく、期間限定キャラのね、かけらがね、期間限定じゃなくなりましたね。うん。まあ、一応、ギルドのこの弊社でね、獲得できるらしいんで、今、しぬちゃんまだね、レベル4なんで、4枠しかないですけど、うん。まあ多分だけど、普通にここにまあ最近よくあるやつね。どのゲームでもよくあるやつだけど、こうぶち込んどくと、なんか凸するためのかけらもらえるってやつが、まあ原戦争でも実装されたってことですね。まあ多分だけど、12時間で、多分1かけらじゃないかなっていう感じします。うん。多分12時間で1かけらかな。ハードクエストを考えるとそうだよね、多分ね。ハードクエストが、1日2枚でしょ？うん。まあだから、まあ多分、弊社も多分、12時間で1枚だと思うんだよね。でもさ、いいよね。まあ今、しぬちゃんはこれ4枠しかないけど、5枠あったら、まあ1日ある意味、ね、ハードクエストがもう1回分増えたようなもんですからね。うん。いいじゃん。実質ハードクエストがね、1日20回になったようなもんだよね。うん。しかもこっちにはね、限定キャラも入れられるっていうことで、ようやくね、しつこく、言い続けてきたね、甲斐があったなということで。いやー、長かったね。うん。いいと思うよ。うん、結構いいと思う。うん、弊社でかけらはいいと思うわ。うん。限定キャラのね、ハードクエストをそんなにかたくなに入れたくないんだったら、まあ、その方法があったかって感じっすね。よくよく考えるとね。うん、すごくいいと思う。バランスもいいんじゃない？ね、普通の工場キャラはハードクエストプラス、弊社も合わせて、まあ、かけらが2倍取れやすくなると。ただ、期間限定キャラはハードクエストないけど、まあ、弊社でね、まあ、取れるよと。うん、だから工場キャラよりは、まあ、2分の1くらいね、かけらの入手の取れる数は減っちゃうけど、
まあ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 、まあ時間はかかるけどね。まあ一応かけらは集められるってことですね。ハードクエストでいいじゃんね。うん、いや、ハードクエストに入れて、別にさ、弊社オンリーじゃなくて、ハードクエストも入れてくれていいんだけどね。まあいいよ。まあ本当はね、ハードクエストに期間限定キャラも入れてくれれば、どれだっけ、これ。このね、クエスト挑戦パス毎週買ってあげるんですけどね。もったいねえよな。せっかく980円確実に毎週取れるのに、もったいないな。まあ、クエスト挑戦パスはね、引き続き買うことはないでしょう。まあ、期間限定キャラもね、ハードクエスト入れてくれれば買うんですけどね。まあ、でもきついよね。強化リセットとかもないわけだからさ、基本的にはね。何枚取れるか分かんないけど、まあ、弊社だけでかけら、貫突分かけら集めるのはなかなかえぐいなと思います。えぐいよね。1日2枚だとしても、1日2枚、せめて2枚欲しいね。せめて2枚。せめて2枚あれば、一応ね、100日あればさ、約3ヶ月ちょっとでさ、一応、ね、限界突破5から6にはできるわけだからね。まあ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 。まあ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 いいよ。気長に育てていくのは全然ありなんでね。まあでもそういう意味だとしたらあれだよね。コスト100のキャラに入れたくなるよね、弊社。コスト100のキャラ、どうなんだ、まあシステムわかんないからね。ちょっと今のところ何とも言えないですけどね。12時間で1枚とかいうそういうシステムなのだとしたら、コスト100のキャラが入れた方がお得になっちゃうんですけど、たださ、弊社で枠を取られるってもそれもそれで難しいよね。JP を獲得するために、弊社って使いたいじゃないですか。まあ、ブレイブ上げたり、ペース調整したりさ。でも、かけらのためにここで弊社の枠を埋めるっていうことになると、まあ、なかなか、ね、JP の獲得がしづらくなるよね。そうなるとやっぱり貫突は呼んで止めといて JP 稼ぎつつ、かけらも集めつつって感じで4から5は弊社でやっていくっていうのが一番コスパがいいのかなっていう感じはしますけどね。だそういうね、弊社はやっぱ JP とかが、JP とかだからね。だったら期間限定キャラハードクエストでいいじゃんね。本当なんか二の足踏んでるよね、いつも。まあただね、限定キャラのね、かけら取れるのは本当にすごく、良かったなって感じっすね。いやだから本当にさ、限定キャラも、ね、別に、育成はしたくないけど、キャラだけはね、限定だから持っておきたいっていうことがね、できるようになると思うんで、まあ、4凸だけで止めといて、残りの先ほど言った方式でね、残りの4から5の凸分はね、JP 集めつつ、まあ、弊社でかけら集めるっていうのが、まあ、限定キャラも工場キャラも一番コスパがいいのかなっていう、今のところそんな感じはしますね。JP も同時に集めるという観点で考えたらね、まあそのさ、弊社で工場が来るっていうのをちょっと嬉しくて、弊社でかけら取れるっていうのが嬉しくてね、あまりにも嬉しくて、ね、性能はめっちゃ強いのを、まあ、分かってるんですけど、デザインと 3D のねグラフィックも全然好みじゃなかった、ハロウィンね、ハロルリラをね、スルーしたんですけど、ちょっとね、あまりにも嬉しくてね、ちょっとね、これをね、やりそうでした。もう土属性の UR3 ステップ確定のやつね、一瞬これやろうかと考えちゃいましたけど、これちゃんとね、ハロウィンリレルリラも入ってるんで、一瞬やろうかと思った。なんでコスト70なんだろうね。めっちゃ強いのにね。一瞬やろうと思ったんですけど、ハロウィンリレルリアコスト70なんだ。
クラスマッチ超強いじゃん。ずる。ずるいじゃん、コスト70。まあいいや。うん。まあそんな感じで、これはね、一瞬やろうと思ったんですけど、まあよくよく考えたらさ、ここでハロウィンイレルリラを取ったとしても、もう今ハードクエストも、かけらでショップ販売もないじゃないですか。あの、あんま意味ないなと思って思いとどまりました。うん。今取ったところでね、もう今更ハードクエストもないし、かけらも売ってないし、ね、まだ弊社来てないし、取っても意味ないなってところで。でも個人的には、まさか放送でさ、あの、第3弾の、あの、ハロウィンキャラね、発表されると思ったんですけど、ちょっと発表されなかったのでね、うん。まあ多分第3弾あると思うので、うん。まあ第3弾で、何かしら来た時に、まあ、いつもやんないね、この UR 確定の3ステップガチャ、やるのはありかなっていう気がします。そこにハロウィンリレルリラが入ってればね、うん。ハロウィンライリューも、ハロウィンリレルリラも、入ってる可能性がね、第3弾のハロウィンでもあるので、第2弾でね、ハロルリが入ってるくらいですからね。うん。まあ、その時でね、弾ける可能性があるので、うん。まあ、無理にここでね、3ステップやる必要ないかなっていった感じですね。いやー、まさかの放送で新キャラ情報一切なしっていうね。今日はね、代わりにね、これね、買っていこうと思います。とりあえずね、このユニット召喚パックスペシャル、とりあえず1個だけ買っときます。で今回はね、この SSR 以上確定召喚で、ね、これあのオータムキャンペーン第3弾、これね一応ね多分3周はいけると思うんで、うん、それはねやるつもりです。うん、まあ、ちょっとチケット調整しつつね、な残りの期間でね、まあ、あのショップでねチケット販売期間とこのガチャの期間って1日ずれるんで要注意って感じで、あのメーター調整してる人はね、うん、そらねガチャしていきたいなと思います。まあもはやね、ギルガメッシュ一択かな。出てほしいキャラはギルガメッシュ一択です。今のところ UR はねハウレットが出てきました。ハウレットが出てきて今2凸かな、ハウレットね。さ、ラビエルっていうことで、まあ、これで 100% なんで、さあ UR ユニットお迎えに行きましょう。まあもちろんギルガメッシュ一択、破滅のシテルはもはやねあともう10枚ないんで、貫突まであと10枚かけら切ってるんで、破滅のシテルをここで引くのはあんまり嬉しくないんで、まあギルガメッシュね、まだ5凸までねあと100枚以上あるギルガメッシュが出てくれると嬉しいなっていう感じで、さあ、UR 確定いきます。さあ、何が出る？このガチャね、結構お得だと思うんですよね。実際ね、お、一発目、お願いします。うぅ、いらねえ。いらねえ。いやー、オルドアはもう貫突してるんで、いらないっすね。いやー、貫突してるっちゅうのに。このガチャ結構お得だと思うんですよね。うん。実質多分、まあ大体多分原動石2000個くらいは使うと思うんですけど、それで実際 UR3 体取れると思えば、結構お得だと思うんですよね。まあ狙いのキャラ取れるかどうかは、ね、キャラだったり、かけらだったり取れるかどうかは分かんないですけど、一応かけらで換算するとね、原動石2000個分くらいで、かけら120個分はね、もらえるっていうことなんで、もう悪くはないですよね。まあただ、貫突キャラがね、増えてくれば増えてくるほど、まあ、しのちゃん、今でこそ3周はやるけど、うん。ドランド今でこそ3周はするけど、まあ、貫突キャラがね、工場キャラの貫突がすげえ増えてきちゃったら、まあ1周だけにするとかそういう感じにするかもしれないです。
今のところね、しのちゃんは基本的に限定キャラは貫突してますけど、普通の工場キャラはね、まあ、コスパという意味でも考えてあんまり貫突はあえてしてないんで、そんな感じですね。まあ、今回は一応3周はやるつもりです。まあ、いずれは1周のみにするつもりです。さあ、シェル、まあ、SS もね、 SS だって何気に全然ありですからね。ああ、チェルで終わっちゃった、最近チェルもよく出てくるからね。あ、チェルは貫突できなかったね。あ、ドランドも貫突できなかったね。まあ、SS もさ、なかなか貫突。お、フィーナがついに貫突した。うわー、これフィーナもね、覚醒入れなきゃダメになっちゃったな。覚醒6にしなきゃいけなくなっちゃいました、フィーナ。まあ、ただなかなかね、だいたいさ、このジョブレベル上げとかもさ、2週間くらいかかるんで、1キャラだけでもね、スタミナ、体力が全然ないんで、頑張って、2週間かかりますね、ジョブレベルマックスにするの。もちろんマルチ頑張ればね、いいと思うんですけど、基本的にマルチはやんないんで。そんな感じですね。いいね、いいね。フィーナが、最近ちょっと SSR 貫突キャラも増えてきたんで、ね。まあ、なかなか育成が追いつかないけどね。いいね、フィーナ。お、すげえ、アドラードもう4突してんだ。追い上げてきてるな。クレイスはもともとあれか、できるか。いや、こう見るとね、まあ、SS で、貫突もそこそこやっぱ増えてきてるんで、まあ、ちょっと育てていきたいなって思いますね。あ、すごい、マジかよ。シゼルトも貫突しちゃった。おお、シゼルトまで貫突してしまいました。いやー、ちょっとだいぶ増えてきたね、 SSR の、貫突キャラね。シゼルトのさ、この武器のこの着せ替え機能が来たんで、このね、この SSR の武器を取る意味がね、できたんですよね。SSR の武器ってあんまり取る意味なかったんですけど、ね、武器の着せ替え機能が来たのでね、それなりに獲得する意味が出て、まあ、ちょっとね、嬉しいなって感じですね。普通に全然、覚醒入れてあげてもいいかなって思います。さすがに虹の思いのかけら入れるのはちょっとためらいますけど。まあいいね、そんな感じで。まあちょっとね、UR3 ステップアップ確定のやつはね、ちょっと思いとどまろうと思います。まあ第3弾でね、まあ何来るか。まあ今日さすがにさ、第3弾のハロウィンのキャラくらいのね、情報くらいは出してくれると思ったんですけど、来ませんでしたね。ちょっとびっくりです。放送した意味ある、あれ。普通にツイッターでさ、だけでいいんじゃないかな。まあ、ただね、最後のね、プレゼントキャンペーンでね、まあ、ちょっとあんまり聞いてなかったですけど、最後プレゼントでなんかプレゼントたくさんもらえるみたいなんで、とりあえず何よりもね、雷竜、ゾン竜ね、貫突しなきゃいけないんで、とにかく体力ください、体力。体力をください。そんな感じで、そんな感じですね。そんな感じで、ハロウィン第3弾ね、何来るか分かんないですけど、結局ね、楽しみにしていきましょうということで、そんな感じで、どうもありがとうございました。バイバイ。